どうも、月刊中前編集長のヤスです。んじゃぼー。はい、月中版メンゲーバージョン始めたいと思います。はい、今回はまたもやヤフオクで怪しいやつを買いました。怪しいやつをね、映ってる動画に今いるよ、ちょこんいるちょこんっているよ、ここに、うん、ジャガーノートってわかる？アガベ、うん、ジャガーノート、うん、なんかこうむっちり系のやつ、うん、俺もちってもよく分かってないんだけど、純血ジャガーノートってやつと、うん、ジャガーノートのハイブリッドみたいなのがまあ世の中には存在してるんだよ、うん、結構お値段するの、純血ジャガーノートとかって、うん、そのジャガーノートをヤフオクで見つけて買っちゃいました。なるほどなるほど、純血って書いてありました。純血なんだ、違いだったよ。なるほど、はい、だったよ。いいじゃない、いいじゃない。して今日はそのね、購入品を紹介したいと思います、はい、それではいきましょう。月中これです、こちらです。でもムチムチ具合すごいね。ムチムチ具合すごいんだけど、これすごいよ。なんかもうムチムチ具合すごいんだけど、すっごい潰れてるんだよね。本当だ、潰れてる。ちょっとね、最近発根管理してやっと発根したんで、これつけようかなと思ってたけど、小株なのかな、かきこじゃん。だここについてたってことでしょ、親株のあれが。そうなんかね、大切りとかのかきこだと思う、うん、葉っぱの下とかから出てきたやつなのかな。なんかそんな感じするよね、うん、すごいなんかムチムチって、うん、丹波なのはなんかわかるよね。わかる、うん、なんか成長点とかなんか変なの重なってんじゃん、重なり合ってんの。お互いにね、こうそう見たことなくない。ない、これじゃ出てこないんじゃないそれ。いやでもこの下にもある、虚子があるからいるね。どうやって見るんだ、わかんない、まあ、いつか落ち着いてくれるんじゃん。これの一応ね、親株の写真らしきやつがこれです。まあ、らしきというか、あのサイトにサイトに曲げてくれたやつね、出品者のやつに、まあ、載ってたっていうか、はいはい、お値段いくらだと思います。もうジャガーノートの純血なんて言ったらね、もう相当しますから、うん、なんかこのぐらいのサイズでもなんか6万とかするイメージあるよね、うん、しますから、そんなするんだ、しますから、くー、はい、いくらでしょう。でもヤフオクでしょ。ヤフオクだもんな。切りはいいんだね。切りはいい、切りはいい、うん、オークションだからね、うん、うん、切りはいいですね、オークションでしょ。14,000。もうはい、翔一さん、俺わかんない、もうその相場がさ、うん、わかんないからさ、1万円しないんじゃない。おー、しないしないんじゃない、もしかして。純潔だよ。いや分かん、でもヤフオクだから。出品者側はさ、純潔を歌ってるわけだから、ね、純潔だよ。いやでもヤフオクだからやっぱ79%ぐらいじゃない。 79%? 8000って言いなさい。それは8000だね。正解、正解いきます。4400円。安っ。それ純潔でしょ。大幅に安かったね。いやいい買い物だよ。いい買い物それ。月中でもなんか送られてきた時見た感じは、あの意外と可愛いなと、うんうん、今まで持ってないような風貌はしてるよね。そうそう、そのムチムチぐらいの丹波で丸っこい感じ、うん、すごいな。ジャガーノートっぽさはあるよ。なんかあるよね、あるあるある。じゃあ本当なんだよ、親株の写真みたいに。ここから虚子がこう黒くなっていったりとかがあるのかどうかよね。でもこの中の一番中の成長点っていうかところは、この虚子の感じがこうギザギザな感じじゃないんだよね。わかる。いい買い物じゃないの。でも何をもって純潔ってなんだよ、なんなん。どこのやつが純潔なのっていう、誰スタートっていうのは知りたいよね、まず。まあね、確かに。ハイブリッドも何っていう、何と向き合わせてるかわかんないからね。当たりかな。当たりだと思うよ。4000円台でしょ、しかもこれすんごい潰れてきたんだよ。え、あ、もともともうぺっちゃんこじゃん。うん、もともとじゃない、もともと潰れてたんだけど、わかんないけど、なんかやたら潰れてて、発根しねえんじゃねえこれって思ってたけど、もうこの間発根したんで、やべてもポキってやっちゃうだから。今日はちょっとこれ植え付けまで行こうと思います。よし、月中。はい、じゃあ植え替えしたいと思います。いや、植え替えの前にさ、これ新しい商品増えてんじゃん。何いいでしょこれ。え、植え替えワゴン、植え替えワゴン、新商品。植え替えワゴンです、こちら。どこで売ってんの。俺、売ってない。売ってもいるかな。なんか医療用のワゴンっぽい。医療用なんかたまたまもらったんだよね。
もらったんだ、うん、レベル高っ。それは病院の関係者ってこと？病院の関係者。すごいじゃん。じゃあ持ってる人レアじゃんこれ。いるって言われて、います。でもこれすごいいいね、なんかこの柵ついてるし、ガッチリしてんの便利だね、これ。すげえ、作りがしかし全然歪まない。やっぱり医療用だからさ、しっかりしてんだろうね、うん、しっかりしてるよ。すごいな。この一番いいのがね、このバットあるじゃん、これ、うん、底面給水用のこの園芸バットみたいな、はい、これピッ、これ入る、収まるんですよ。同じ大きさだ。はい、めちゃめちゃいいな。すごいじゃん。で、動かせると。で、動かせる。だってこれによくなんか包帯とかさ、点滴とかさ、持ってくるやつでしょ。ここにこう、植え替え道具一式ここに入れといてみたいな。なるほどね。便利道具ゲットしてんじゃん。いいな。いいよ、これ。すごいじゃん。これでね、立ってできるってね。そう、立ってできる。いいのよ、もう植え替えしちゃ、なんか朝早起きして植え替えとかしちゃってるもん。こう腰を据えてやらなくて済むっていう。いや、いいよね。ちょっとなんか片手間でもできるみたいな。立って作業した方が集中力上がるから。そうですね。でも朝とか暑いんだ。朝でも暑いのもいいですね。この間堀口さんがさ、ろくろを紹介してたんだよね、植え替え用に便利って。あれがここにあったらもう完璧だなと思って。なんか俺もそれ見てしれっと買ってこようかなって思っちゃった。なんか今鉢作るようでしょ。正直言う高くなってんだよね今ね。あ、そうなんだ。そうそうそう、ろくろ、そう、紹介した時の値段より高くなっちゃってる。1000いくらとか言ってたのに今2400円ぐらい。やっぱり正気すごい楽じゃん、もう楽よ。システマチックにできるじゃん。そう、はいよ、一丁上がり。お、米を米をじゃん。一丁上がり。月中、はい、植え替え終わりました、うん、成長点のこの重なりはこれ大丈夫？こんなことになるの？またなんかでも経過報告動画で上げられるといいね。うん、こうなったらどうなるのか、こうなってる株知ってる人教えてください。この成長点どうなっていくかみたいなね、なんか重なり合っちゃってるやつ、うん、普通こうやって中に入ってるじゃん、うん、そうね、うん、普通こういう風になってるよね、うん、今こうなってる、こうなっちゃってる、ね、噛み合ってる感じになってるよね。まあね、こいつが本当にああなるのかはもう僕も半信半疑ですが、うん、4000円でこの株を買えたってことは当たりか外れか。勝ちだよ、うん、勝ち勝ち勝ち。すでに可愛いもん。ぜひ皆さん教えてくださいコメントで、あなたは4400円で純血ジャガーノートを買いますか。でも逆に言えばさ、このサイズだとやっぱりこう怪しむ人もいるじゃない、本当、うん、って、うん、だからこの値段で手に入ったっていう裏を返しての本物かもしれないから。ああ、なるほどね。まだわかんない、まだわかんない。似たような株持ってたり、まあ本物のね純血ジャガーノート持ってる方とか、ぜひちょっと情報をお願いします。はい、またちょっとね、こいつの成長記録取っていきたいと思いますので、よかったら今後の動画もお楽しみにしてください。この動画が良ければ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。次回の月中ファン園芸バージョンもお楽しみに。ではまた。